俳優の仕事第一部に基づくスタニスラフスキーシステムの図解。役の内面と外面の要素がドラマにおける登場人物の総合的な究極課題を探求する中で統一される。スタニスラフスキーシステムはロシアソ連の演劇人で俳優兼演出家であったコンスタンチン・スタニスラフスキーが提唱した演技理論である。その背景には フロイト心理学の影響があると言われる。俳優の意識的な心理操作術を通じた人間の自然による無意識の創造を目的とする。方法としては意識による間接的な手段によって潜在意識を目覚めさせ、それを想像の中に呼び込むものである。スタニスラフスキーのシステムは役を生きる芸術を開拓するものであり、これは形で示す芸術に対峙される。 この方法では、感情の経験や潜在意識の振る舞いといった、コントロールしにくい心理的プロセスを交換的かつ、間接的に活性化するため、俳優の意識的な思考や意思といったものを動員する。リハーサルでは、俳優はアクションを正当化するための内的動機を探し、登場人物がある瞬間に、何を実現しようとしているのかを決定しようとするが、これは、課題と呼ばれる。 マクシム・ゴー・リキーとイエブゲニーバ・バフタン・ゴフを中心に第一スタジオのメンバーたち。第一スタジオは研究と教育のための機関であり、実験と即興、自己発見に重きを置いていた。1898年にモスクワ芸術座版カモメが上演された際には、スタニスラフスキーシステムはまだ使われていなかった。モスクワ芸術座のエンブレムはカモメから来ている。 スタニスラフスキーは演出の他トリゴーリンをメール・ホリドがコンスタンティン、オリガ・クニッペルがアルカージナを演じた。スタニスラフスキーシステムは役を生きる芸術に基づいている。この原則では俳優にとっては役を生きること、すなわち演じるたびに役の人物と同様の感情を体験することが必要となる。俳優の仕事ではトレツフがトン・マーズをサルビーに用し、 演じるたびに登場人物の感情を経験する必要性があることを説いている。スタニスラフスキーはサルビーニが1882年に演じたオセロを高く評価し役を生きる芸術の最高の形だと考えていた。サルビーニはフランスの俳優ブノワ・コンスタン・コークランと演技論について意見をことにしており、スタニスラフスキーは自らの役を生きる芸術というアプローチを 国らが実践する感情の経験に重きを置かない、形で示す芸術に対峙し、批判している。俳優の仕事、第一部では、舞台の上で役の条件からはみ出さす、その役にぴったり重なり合うように、正しく、論理的に一貫性をもって人間らしく思考し、望み、憧れ、行動することが奨励されている。スタニスラフスキーのアプローチは、 意識的なテクニックで潜在意識化のプロセスを交換的かつ間接的に活性化させるというものである。こうすることにより結果を模倣してその原影を提示するよりは俳優の中に内的、心理的な行為の因果性を再構成しようとする。スタニスラフスキーは演技において様々なアプローチが混合されることは認識しつつ役を生きる芸術が優越すべきだと考えた。 スタニスラフスキーは、イタリアの悲劇役者、トンマーゾ・サルビーニョ、役を生きる芸術の域だと考えていた。役を生きる芸術的なアプローチについては、すでに1905年に、スタニスラフスキーが、桜の園でシャルロッタ役を演じるにはどうすべきかということについて、ベーラ・コトリア・レフスカヤにアドバイスした手紙で論じられている。役を生きるためには、他人の生活に、 自分本来の感情を重ね合わせ、そこに自分の魂の有機的な要素を預けて演ずる人物と戯曲全体の内的な生活を舞台の上に作り出す必要がある。スタニスラフスキーの演技論においては、こうして内的生活を作り上げることが俳優がまずすべきことである。スタニスラフスキーが言う魔法のもしもとは虚構の状況に自身を置くことを想像し、 その状況に直面した時にどういうアクションを取るかを構想する能力である。劇作家や演出家などが準備した諸々の設定は与えられた状況と呼ばれ、これはもしもという言葉と同様に前提であり、想像の虚構である。このアプローチではある人の状況によりその人の性格的特徴が決定づけられる。シャロン・カーニックによると自身を 役の中に位置づけるということは、自分自身の状況を芝居に移すということではなく、自身を自分のものではない状況に組み込むことである。準備やリハーサルの段階では、俳優は想像により、ある場面からどのような刺激を受けるかを考える。この刺激というのは、ある状況にどういう細かい感覚が伴うかといったことであり、演技における有機的で潜在意識的な反応を、 引き出すためにしばしば必要となる。これにより演技において途切れずに役を生きることができる。スタニスラフスキーはトレーニングやリハーサルの中で人前での孤独と注意の感を発達させることにより芝居に完全に取り込まれることを奨励したが、これはヨーガの瞑想テクニックから発達させたものであった。一方、スタニスラフスキーは完全に役と 同一化することは奨励しなかったが、これはある人が全く別の他人になるという考えは、病的になり得ると思っていたからであった。スタニスラフスキーは、フランスのティーリボーの心理学を参考にしていた。感情に対する記憶は、かつて味わった感情を思い出しその感情の記憶に、身を委ね演じるときは、素晴らしいフィルターで、我々が記憶している感情を浄化する偉大な力を、 持っているというものであった。村の一月に出演するスタニスラフスキーとクニッペル。台本のアクションを別々の断片に分けて分析するという実践が初めて記録された事例である。俳優の仕事では、戯曲などを断片に分け、そこから創造的課題を抽出することが重視されており、内面的な行動の課題を適切に設定することが俳優にとって、 舞台に上がり、そこに泊まり、役と同様に自分の生活を生きる自覚を与えてくれることになると主張されている。1909年にスタニスラフスキーは、イワンツルゲンレフの村の人月を演出したが、これは、自らのシステムに沿って、初めて上演した芝居であり、スタニスラフスキーシステムの芸術的展開にとって、分水嶺となった。 リハーサルは公開で行うというモスクワ芸術座の伝統を破り、スタニスラフスキーは非公開で準備を進めた。キャストはスタニスラフスキーがやがて登場人物にとっての連続した流れと呼ぶようになるものについての議論から準備を始めた。この公演は台本のアクションを別々の断片に分けて分析するという実践が初めて記録された事例である。 1929年から1930年にかけてスタニスラフスキーがオセローの上演プランのために書いたスケッチ。身体的行動のメソッドとして知られるようになるリハーサルプロセスが初めて明示されている。スタニスラフスキーは後に身体的行動のメソッドとして知られるようになるより体に基づいたリハーサルプロセスによって自らのシステムをさらに精緻化させた。 この言葉自体は、スタニスラフスキーの死後にこのリハーサルプロセスに対して使われるようになったものである。ジーン・ベネデッティは、スタニスラフスキーは1916年までにこの方法を発達させていたものの、1930年代初めになって、やっと実践で使い始めたと指摘している。身体的行動のメソッドの始まりは、スタニスラフスキーが、 演出家として手掛けた最初期の仕事にまで遡ることができ、さらにフセボロドメイエルホリドと共に探求し、後に第一次世界大戦の前頃まで、モスクワ芸術座の第一スタジオで研究していた方法にも根幹を求めることができる。身体的行動のメソッドは、スタニスラフスキーのそれ以前の方針に反するものではなく、ある程度連続性があるということが、 複数の研究者により指摘されている。スタニスラフスキーは1934年の三人姉妹やカルメンのリハーサルで初めてこのアプローチを実践的に探求した。その頃には座って行う議論を最小限にとどめ、連続した劇的状況が即興で演じられる、行動的分析が奨励されるようになった。助手で親友であったレオポルド・スレルジツキー率いる。 第一スタジオのおかげで、スタニスラフスキーは1910年代に、自らのシステムにつながる、初期段階のアイディアを発展させることができるようになったが、1935年には別のスタジオを作り、身体的行動のメソッドを継続して教えることで、自らの業績の完成型を安定的に受け継がせようとした。このオペラドラマスタジオでは、スタニスラフスキーのマニュアルで説明されている。 トレーニングがほぼ完全な形で施行された。同時に、スタニスラフスキーの初期の業績が第一スタジオの生徒たちを通して、西洋全体の演劇に伝わり、演技を革新した。ソビエト連邦に社会主義リアリズムの機運が到来すると、モスクワ芸術座とスタニスラフスキーシステムは、その模範半年で称賛されるようになった。第一スタジオのメンバーたち、スタニスラフスキーが、 システムの要素を初めて発達させ。モスクワ芸術座の第一スタジオは、スタニスラフスキーがシステムの研究、発達のために1912年に作った演劇スタジオであった。新しい形式やテクニックを発達させるため、一般の観客からは離れたところで教育的、探求的な仕事をすることができる場所として考案された。 第一スタジオの創立メンバーは、イェブゲニー・バフタンゴフ、ミハイル・チェーホフ、ルイシャルト・ボーレスワフスキ、マリア・オースペンスカヤであり、全員がその後の演劇史において、相当な影響力を持つようになった人々である。1905年から、スタニスラフスキーの助手で、マクシム・ゴーリキーから、スレルというあだ名をつけられていたレオポルド・スレルジツキーが、スタジオを統括した。集中した。 緊張感のある雰囲気の中、実験。1916年に亡くなるまで、スレルジスキーは、スタニスラフスキーシステムの初期形式の主要要素である、リラックス、注意集中、創造、コミュニケーション、情緒的記憶などを教え続けた。1923年に、モスクワ芸術座から独立した一座は、第二モスクワ芸術座と名を改めたが、スタニスラフスキーはこれを、 自分の原理に背く動きだとみなすようになった。ロシアの歌手ヒョードル・シャリアピン。スタニスラフスキーはオペラにおいて重視される人工的技巧や伝統といった試練に耐えうる普遍性をシステムが有していることを証明すべく、シャリアピンのアプローチをシステムに組み込もうとした。ベネデッティは、スタニスラフスキーがオペラスタジオで教育、演出を行った経験が、システムに 相当な影響を及ぼしていると主張している。一方、レベッカガウスはこのスタジオの生徒はシステムの発展にそこまで貢献していないと考えている。オペラスタジオは1918年にボリショイ劇場の支援を受けて作られたが、後に劇場とのつながりはなくなった。スタニスラフスキーは1921年に立ち退くまで自宅にあった2つのリハーサル室で、 オペラスタジオの仕事をした。兄弟であるウラジーミルとジナイーダがスタジオを運営し、教育もした。ボリショイ劇場の若手とモスクワ音楽院の学生を受け入れていた。スタニスラフスキーは発声法を教えてもらうために、セルゲイ・ボルコンスキーを表現運動とダンスを教えてもらうために、ボリショイ劇場のレフポスペー品を招聘した。自らのシステムにより、スタニスラフスキーは ミハイルシェープッキンやヒョードルシャリアピンの業績を統合しようとした。オペラにおいては伝統的な決まり事を避けることはできないが、それでもシステムがうまくオペラに応用できれば、自らの方法論の普遍性が証明できるだろうと、スタニスラフスキーは考えていた。ベネデッティはオペラスタジオでの経験からテンポ、マイナスリズムの考え方が出てきており、スタニスラフスキーはこれを 俳優の仕事第2部で発展させたと主張している。コンコーディア・アンタロワは1919年から1922年までの間にスタニスラフスキーがこのスタジオで行った32回の講義を記録しており、1939年にこの内容を交換し、1950年には英訳もされた。パーベル・ルミリアンツェフは1920年に モスクワ音楽院の学生としてスタジオに参加し、1922年にエフゲニー・オネーギンの公演でタイトルロールを歌ったが、1932年までのスタジオの活動を記録しており、このメモは1969年に刊行され、1975年には英訳された。晩年にスタニスラフスキーはオペラドラマスタジオを自宅に設立し、 ここで1935年から1938年まで自らのシステムの最終形態となった内容を用いて重要な授業を行った。1935年にニースで休養していたスタニスラフスキーは俳優向けのマニュアルを完成させるのが困難だったことを鑑み、自らの遺産を安定的に伝えるには新しいスタジオを設立する必要があると心に決めた。 同年6月には教師の一団にシステムの訓練テクニックと身体的行動のメソッドのリハーサルプロセスを教え始めた。この参加者たちはスタニスラフスキーの妹ジナイーだから個人教授を受けシステムをすでに学んだ経験のある教師たちであった。スタニスラフスキーの妻マリアリー・リナも教授に参加した。3500人をオーディションし12人の生後が オペラドラマスタジオ演劇部の生徒として受け入れられ、授業は1935年11月15日に始まった。メンバーの中には後に、モスクワ芸術座の芸術監督となるミハイル・ケドロフがおり、ケドロフは、スタニスラフスキーの未完のモリエール上演でタルチュフを演じ、死の死後に自らこの上演を完成させた。ベネデッティは、オペラドラマスタジオでの授業は、 スタニスラフスキーの真の遺言だったと主張している。スタニスラフスキーはテクニックとメソッドに集中した4年間の勉学カリキュラムを作った。最初の2年で生徒がトレーニングテクニックに慣れてしまうとスタニスラフスキーはハムレットとロミオとジュリエットを役の課題として選んで課した。これは天才の作品にはどれにも 理想的なロジックと信仰があるがゆえに古典を学ぶことが重要であるからである。1937年の3月から4月には生徒と共に身体的行動のつながり、アクションの連続した流れの確立、俳優の課題に沿って新たに場面をリハーサルすることなどに集中して訓練を行った。以前に言ったような演技の繰り返しを避けることが重視された。かつて グループシアターのメンバーだったエリア・カザン監督による欲望という名の電車でマーロン・ブランドが行った演技は1950年代のアメリカ映画においてスタニスラフスキーシステムをアメリカで発展させたメソッド演技法が発揮した力を示す例である。ルイシャルト・ボレスワフスキー、マリア・オースペンスカやミハイル・チェーホフをはじめとして スタニスラフスキーの弟子の多くがアメリカ合衆国などで演技を教えるようになった。他にもステラードラーやジョシュア・ローガンなどがスタニスラフスキーと短い期間学んだことをもとにキャリアを築いていくようになった。ボレスワフスキーとオースペンスカヤはニューヨークでアメリカンラボラトリーシアターを設立したが、これは第一スタジオに習ったもので影響力を持つようになった。同じ頃、 ソビエト連邦では、スタニスラフスキーの生徒だったマリア・クネーベルが、公的には国に禁じられていたにもかかわらず、行動的分析を用いた、リハーサルプロセスを継続していた。詳細は、メソッド演技法を参照アメリカ合衆国では、ボレスワフスキーの弟子であるリー・ストラスバーグがニューヨークで、仲間と共にグループシアターを作った。ステラドラーやサンフォード・マイズナーと共に、ストラスバーグは、 スタニスラフスキーの初期のテクニックを発展させ、メソッド演技法をアクターズスタジオで教授した。ボレスワフスキーは、ストラスバーグは、スタニスラフスキーの情緒的記憶のテクニックの役割を強調しすぎて、劇的アクションを犠牲にしていると考えていた1934年の夏、パリでスタニスラフスキーは5週間の間、毎日午後に、ステラードラーと共同したが、 アドラーはこの時演技でぶつかった障害を克服するためにスタニスラフスキーの助けを求めていた。ニューヨークでは情緒的記憶が非常に強調されていたが、スタニスラフスキー自身はこの技術を最終手段として使う以外は採用していなかったのでアドラーは驚いた。スタニスラフスキーは身体的行動を通して感情を表現する間接的なやり方を進めていた。 スタニスラフスキーは、この点の重要性を1935年末のハロルド・クラーマンとの議論でも確認している。スタニスラフスキー自身は、このようなアプローチを取っているという知らせはアメリカで大きな反響を呼び、ストラスバーグは怒ってこの方針を拒絶し、自分のアプローチを変えようとはしなかった。グループシアターの俳優だったサンフォード・マイズナーに、 ニューヨークのネイバーフとプレイハウス演劇学校でメソッド演技法を教え、そこでスタニスラフスキーが交流や適応と呼ぶものを重視した方法を発達させて、このアプローチをマイズナーテクニックと呼ぶようになった。この他にも多数がメソッド演技法の発達に貢献したが、ストラスバーグ、アドラー、マイズナーが成功の立役者と言われている。 しかしながらそれぞれ強調している要素が異なっており、ストラスバーグは心理的側面、アドラーは社会学的側面、マイズナーは行動的側面に着目している。アメリカではそれぞれの流派が精力的に他との位置づけの再化を図っているが、ひとまとめに考えてよいだけの基本的な考え方を共有している。こうした潮流とその支持者たちの関係について、 カーニックは見たところ対立する陣営が永遠に敵対しており、それぞれが宗教的共振者のように、スタニスラフスキーの唯一の真の弟子だと自称し、ダイナミックなアイディアを硬直したドグマに陥ると述べている。ソニア・ムーアはアメリカンラボラトリーシアターとそこで訓練をしていた教師たちの間に広がっていた、スタニスラフスキーシステムに対する、 一般的な捉え方に変更を迫る試みとして、スタニスラフスキーの身体的行動のメソッドを強調した。スタニスラフスキーの業績は1960年代以前には、イギリス演劇にほとんど影響を及ぼしていなかった。ジョーン・ディドルトルウッドとうアン・マコールが、イギリス演劇に初めて、スタニスラフスキーのテクニックを紹介した。この二人が共同で創設した実験的なスタジオである、 シアターワークショップでリトルウッドは登場人物や状況を探求する手法として即興を用い俳優たちが課題の連続として登場人物の行動を捉えるよう促した。俳優のマイケル・レッドグレーブもイギリスにおけるスタニスラフスキー的アプローチを早くから衝動した人物であった。イギリスで初めてスタニスラフスキーシステムとアメリカで開発された。 派生手法に基づく演技アプローチを教えた演劇学校はドラマセンターロンドンであるグロトフスキメソッドで有名なポーランドのイエージー、グロトフスキはスタニスラフスキーを自らの演劇活動の主要な影響源の一つとなしている。スタニスラフスキーシステムは人の心理面に働きかける演技法であるためフロイド理論との関係があると言われる。両者共に即興による効果を指摘し、 スタニスラフスキーの即興は、負荷を持つ記憶を再活性化することに限定したのに、対し、フロイトは患者を治療するため経験を喚起することに、努めた。また他にも演劇による、精神治療を目的とした、ジェイコブ・レビ・モレノによるサイコドラマとの関係も、指摘されている。ミハイル・ブルガーコフは、劇場において、鍵小説の形で、スタニスラフスキーのメソッドと理論を風刺している。 ブルガーコフは1926年に、自らの小説、白守る軍の戯曲家である、トゥルビン家の日々が、モスクワ芸術座によりスタニスラフスキーの演出で、上演され、大成功するという経験を実際にしている。小説、劇場においてはスタニスラフスキーをモデルにしたイワン、ワシー・リエビチという人物が登場する。9780521886963。 ありがとうございます。